って脅迫します、暗に脅迫します、これは難しいですね、ちょっと出ないかもしれませんねって言って、自分の言う通りにさせます。特にソーシャルとパーマンは編集者にこうしろって言われると、特にソーシャルの人は書く気が失せてしまいます。自分はお金儲けの本を書きたくないのに、人を助けの本を書きたいのに、ビジネスにつなげろって言った瞬間にモチベーションが下がって書けなくなるんです。私と本田健さん、10年間で10回出版するような出版講演会、出版合宿しています。一番多い質問がこれです。先生、途中で本が書けなくなりましたって質問が一番多いです。なぜか、編集者が自分の方向に引っ張る。だから皆さんは自分の人生の方向性が決まったので、これは多分一生変わらないと思います。ソーシャルの人は一生ソーシャル。パーマンの人は一生パーマン。ビル・ゲイツ君の人は多分一生ビル・ゲイツ君に行くんで、よっぽど旅をするとか、まあコロナみたいな感じで、自分がコロナになって人生観が変わらない限りはですね、一生そのままでいきます。ですから、皆さんは編集者のニーズに引っ張れないで、自分のテーマで本を書いてください。はい。で、じゃあどうしたら自分の本テーマで書けるか。出版社は1社じゃなくて3社以上採用してもらいたいんです。私の場合は3社以上必ず採用して、その中から著者さんに選んでもらう。で、うちの場合は出版社も、あ、天才工場の方は他にも採用されてるんだなって分かっているので、編集者があまり、変なこと言いません。自分の方に引っ張らないようになっています。ちなみに編集者が作る本というのは、まあ、今日はちょっとそれをやるつもりはないんですけども、今すぐ売れる、こういう本を書けています。今すぐ書ける本を書けるんですけども、はい、これは、今すぐ売れるってことは一瞬で消えるんですね。はい。ですから、うちは全く逆の本を作っています。うちは長く売れる。そして、著者の経過代や夢や属性に合った本。それからポジショニングってやるんですけども、そういう皆さんの座り、一層を抑えて、下からやります。ですから、これが加算式の本作りなんですけども、うちは逆算式の本を作っています。逆から攻めるんです。皆さんの夢を叶える本を作ってます。で、下から戦略、戦術、戦法、これですね。これを、夢を叶えるために出版があります。で、出版をするためにテーマを決めますっていう、これ逆算式なんですけど、逆算式にうちは本を作ってます。で、うちは加算式の本を一切作ってません。はい。ということで、皆さんに勧めるのは、というか、ぜひやっていただきたいのは、逆算式の本を作っていただきたいなというふうに思います。で、今出てる本のほぼ 100% 加算式です。100% 加算式です。日本で4番目に売れた本で、地図はどこへ消えたか、360万売れた本があるんですけども、その本を編集したのは、平田静子さんという出版業界のゴッドマザーなんですけども、その平田静子の、私は静姉と呼んでますけど、彼女がこの私のセミナーに来て、一言言いました。自分が今まで創社で毎年200冊作ってた本が全部間違いだったと思います、はい。ですから私は逆算式の本しかやっぱり世の中に残っていかないなという。今年間ですね、8万2000冊の本が出てます。8万2000点ですね。はい。で、重版がかかる、重版ですね。すり増し、重版がかかる本がだいたい 15% ぐらいです。今もっと下がってるかもしれないです。13% ぐらい下がってるかもしれない。ということは 85% の本は1年後に消えてしまうんです。皆さんが30年間かけて培ったノウハウが本を出して1年後に消えてしまう。うちの本はそういうことないです。逆算式なので、私の本出しもそうなんですけども、6年間本屋さんに残っています。その中で、その間に誰かに目に留まってマスコミまた出て売れるとか、そういう形で長く生き残ることによって、ベストセラーになったり、マスコミに注目されるのが逆算式の本なので、皆さんはぜひこちらの方をやっていただきたいなと思います。はい。それからですね、皆さんが本を出す上で、ちょっと最も大事なルールを3つ言いますので、どのページでもいいんで、ちょっと書いておいてもらっていいですか。すごく大事なことです。はい。はい。出版のルール1。出版のルール1。先ほど皆さんの経過台6つのうちから1個選んでもらいましたけども、出
出版のルール1は、一冊の本で一つの経営課題しか解決しないって書いてください。欲張っちゃいけないんです。一冊の本で皆さんが解決する経営課題は1個だけ。はい、出版のルール2番目。テーマは一つだけ。テーマは一つだけ。二つダメなんです。テーマは一つだけしか書けない。テーマは一つだけしか書けない。それから、読者対象も一つだけ。とか出版のルール3番目ですね。読者対象も一つだけ。もう一度言いますね。経営課題は一つだけ。テーマは一つだけ。読者対象は一つだけ。ということは、本はたくさん入れ込んでいく作業ではなく、捨てていく作業なんです。捨てていく作業なんです。で、出版のルール、これ3つあるんですけども、プロの作家でも知らない人が多いです。だから私は、年間8万2000冊も出て、7万冊が翌年消えてると思ってるんです。ちなみに、ジャイアンがプロデュースしている本の重版率は 50% です。51.2% 毎年。毎年効果測定してるんですが、これ奇跡的なことなんですよ。2冊のうち1冊が10案とかになって。ちなみに太郎ちゃんのところ、この出版勉強会出てる方は、全部3冊とも10案かかってます。はい。だから奇跡的なことなんです。なぜか、逆算式だからです。というのは、著者さんが大事にして、自分の本だから大事にして、売ってくれるんです。俺の本いいよって人に紹介するんです。ジャイアンも言ってます、その本。本を書く。教科書で一番いいよって言ってます。はい。というぐらい自分の本に愛情を持って進めていけば本も自分も長生きするんですね。これが私はいい本だと思ってます。で、私のいい本の定義っていうのを、いつも言ってるんですけども、これはセミナーとか合宿でやるんですけども、皆さんいい本って何でしょうかって考えさせて、一人一人いい本って何か書いてもらって、その中で答えを言うんですけども、今日は私答え言ってしまいますね。私のこれ、ジャンの定義ですよ。いい本の定義。読者が幸せになって、著者がもっと幸せになる。これがジャイアンのいい本の定義です。で、これはジャイアンが適当に言ってるわけではなくて、ドラッカーが言ってるんです。ドラッカーが言ってるんです。ドラッカーの皆さん、一番最初の第1章、マーケティングの第1章を読んでもらうと、もう知ってる人もいると思いますけども、一番最初、ビジネスというのはお客さんの想像であるって書いてあるんですよね。顧客の想像であるって第一章で書いてあるんですよね。何だか分かります？ビジネスというのはお客さんを作ること、要するに物を売るためにお客さんを作るってことを言ってるんですけども、これ難しいですよね。ドラッカー経済学者になるん でそれをジャイアンなりに翻訳しました。分かりやすい言葉にしました。商売というのは幸せなお客さんを作ることですですね。ドラッカーが言ってるのはそれ、まあ、間違いないんです。で、ドラッグは経済学者なんで、それって経済で全部応用できるんで、一つの業界だけで応用できて、他で応用できなかったら、それは経済学じゃないですよね。で、ドラッグが言ってるやつを出版業界に並行移動するとどうなるか。出版とは幸せな読者を作ることなんです。ということは、皆さんが本を書くための一番の理由っていうのは、幸せな読者を作ることです。で、そこにさらにジャイアンはもう一つ付け加えました。じゃあ、本を書く上で一番、苦労するのは誰？一番一生懸命頑張って時間とかに労力を使うのは誰って言ったら、間違いなく著者さんなんですよね。人生の大事な貴重な時間使って本を作るんですけども、場合によっては1000時間ぐらいかけて本一冊本書くんですけど、だからジャイアンは皆さんに、本を書いて皆さんに一番幸せになってほしいんです。ですからジャイアンのいい本の定義っていうのはこちらになります。はい、ということで、いい本が書けると長く残りますということで、はい、5つの間というのはですね、今日は、簡単に概略だけ説明させていただきますけれども、こちらですね、はい、ちょっと見ていただきます、はい、皆さんが過去に使ったお金、これ10個ぐらい書き出していただきたいんですよ。はい、それから次、皆さんが過去に使った時間、10個ぐらい書き出してください。
例えばお金に関しては、皆さんがお金で苦労した話も